ドミンゴ・エミリオ・マルティネス・ラフォンタインは、ドミニカ共和国産とドミンゴ出身の元プロ野球選手。愛称は、マルちゃん。2006年より、中日ドラゴンズの外国人選手のスカウトを担当する。1996年12月18日に、新外国人として西ブライオンズへの入団が発表された。背番号は60、年俸8000万円の1年契約で、 同年限りで巨人に FA 移籍した清原和弘に代わって中軸を打てる選手と期待された。第一戦こそ無安打だ,だったものの、第二戦に本塁打を放ち、最先のいいスタートを飾ったかに見えたが、キャンプオープン戦でも不安視されていた、守備面を気にしすぎたあまり打撃に影響が出てしまい、4月27日には、 平凡なフライを落球したことによって、以後優勝が決まるまで全て指名打者となった。しかし、4月下旬に、マルティネスの妻子が来日しポジションも、5番、指名打者に固定されると自慢の打力が目を覚まし勝負、強い打撃でチームを牽引した。マルちゃんのニックネームをつけられ、チームの人気者となり、打席に入ると、観客席から、マルちゃんコールが入っていた。 1997年には、指名打者として3割30本100打点を達成して、ベストナインに選出されている。1997年の日本シリーズでは、当時ともにクリーンアップを打っていた高木大成、鈴木健と守れるポジションがかぶり、左翼手を守ることも検討されたが、あまりの守備のひどさに、西部首脳陣は断念したという。結局、この年に守備についたのは、 9月8日だけであった。翌1998年の日本シリーズでは、DH 制の内第1、2、6戦では、すべて代打での登場であった。シリーズ終了後、2年連続で30本類が、90打点を挙げたのにもかかわらず、走れない、守れない、そしてチームを若返りさせることを理由に、同年11月24日西部を解雇された。しかし、 マルティネスの対談以降西部は出てくる。外国人選手の不信が続き、2000年に来日したトニー・フェルナンデスは打率こそ高打率であったが長打が、期待できず、2001年のアレックス・カブレラ、スコット・マクレーンの登場まで、毎年長距離打者不在に悩まされた。普段は温厚な性格だが、1998年5月19日の日本ハム戦において、芝草空から、 デッドボールを受けると激行して芝草に突進して乱闘を起こし暴力行為で退場処分を受けている。これはマルティネスが打席に入る前に日本ハムベンチにいたジェリー・ブルックスとナイジェル・ウィルソンから今度は行くぞ、ぶつけろという内容のヤジを英語で浴びせられ本当に死休を受けたことで感情が一気に高ぶったとされており、この試合後に監督の東尾修は 普段おとなしくて温厚なマルちゃんがあれだけ怒るんだから、ひどいことを言われたんだよ、とコメントしている。車を持っていなかったため、ホームゲームでは、西武ライオンズ球場に、西武鉄道を使い電車通勤をしていた。校長時と不調時のホームを、ビデオで熱心に見比べており、当時、西武の打撃コーチだった、土井正宏は、こんな研究熱心な外国人選手は、珍しいと語っていた。 西部対談後の翌1999年はメキシカンリーグでプレーしていたが打線の迫力不足に悩んでいた巨人がシーズン途中の5月27日に獲得を発表し6月4日に入団会見が行われた最初は代打でな打席無安打と不審が続いたものの同年6月19日の大阪新戦でレフトでのスタメンで起用されると ダレルメイから2打席連続の本塁打を放つなど、これをきっかけに活躍し、同年は不審と故障にあえいだ清原に代わり、4番、ファーストに入ることも多かった。このレフトでのスタメン起用については、試合前に、長島監督の直感で急に決まったものであり、試合前の練習機会もない起用であった。また、メジャーマイナーを通じて、外野を2試合しか守ったことがなかった。 7月10日の対広島戦で満塁の場面で、左翼、ポール際の本塁打かファウルかという大飛球を打った際に、本塁ベース上で黒病かしげ、右手をまるで招き猫のようなポーズをとって、打球の行方を見ていた。そして本塁だと判定され、ヘルメットがずり落ちるほどにガッツポーズを取った。このシーンはよく同年のチンプレーで題材にもなった。また、その場面が映った野球カードもある。 また、対横浜戦で一塁走者になった時に通るよ、決めた。その際、相手保守の谷繁元信は、鈍速のマルティネスが走ることを、全く想定していなかったためか、呆然として二塁に投げることすらできなかった。2000年も前半不傷の清原の穴を埋め、ミレニアム打線の5番打者として定着。 東京ドームのオーロラビジョンに直撃する特大の満塁本塁打を放つなどもしたが、清原が復帰すると間もなく、ベンチ要員となった。この年のオールスターゲームにファン投票で初選出されるも、出場を辞退。翌2001年も常時出場とはいかず、オフに契約年数が切れたため11月22日に対談が決定した。再度アメリカ球界を経て2006年から、 中日ドラゴンズの外国人スカウトに就任した。西部時代にコーチだった森修和の要望でもあった。森も中日コーチになってからはドミニカに渡って外国人選手の調査などしており、マルティネスが加わったことで現地出身の選手を多く輩出している。なお、森がチームを一旦去った2012年と2013年もマルティネスは中日に残って、 スカウトを続けており、実際に2012年オフに、ドミニカ出身のエクトルルナを獲得している。100kg を超える体格で鈍速だが、打てば、合法とも言える強烈な本塁打を量産するという、長所も短所も兼ね備えた典型的な選手であった。それゆえに、チームメイトやファンから大変好感を持たれ、マルちゃんという愛称が定着した。 あとに日本プロ野球史上初の2年連続トリプルスリーを達成する山田哲人は幼少期にマルティネスの巨人時代の活躍を見ており憧れの選手としてマルティネスの名前を挙げている巨人時代は清原とのレギュラー争いを各マスコミが煽ったがマルティネスは私は代打でもいいし清原選手が代打で自分がスタメンでもいいそれは 監督が考えて使うこと、個人の記録は関係ない。優勝のために全力を尽くすだけと、大人の対応をしていた。スカウトに就任してからは、トニ・ブランコ、エクトル・ルナといった、有望な選手を発掘しており、日本のプロ野球の練習は本当にきつい。ドミニカ人が適応するには、メンタルの強さが必要だ。そういう選手を探し出しているという言葉を残している。 ありがとうございます。